名護市 A 球場は沖縄県名護市、宮里の名護浦公園内にある野球場である。施設は名護市が所有し、名護市公共施設管理センターが運営管理を行っている。日本のプロ野球チームの北海道、日本ハムファイターズが春季キャンプで使用している。また、キャンプ終盤にはオープン戦も開催される。1977年会場。 翌1978年から日本ハムファイターズが春季キャンプ地として使用している。ガイアスタンド場外は砂浜に面している。1990年代後半以降は老朽化が激しく毎年春季キャンプで使用する日本ハムファイターズの選手などの使用者が1998年以前から危険性を指摘してきたが2008年1月の 時点でも回収作業が行われなかった。2008年1月24日にはこの球場で、自主トレーニングをしていた金森隆之が腐食して破損したガイアフェンスの部品を踏んで、左足首を捻挫するという事態まで起こった。これを受け、名護市長の稲峰進が2014年度予算に、球場回収を組み込むと発言した。具体案としては、球場のすぐそばに、 砂浜があることや、一塁側後方に国道449号線があるため、打球がそれらに影響を及ぼさないようにすべく、球場の向きを変更するとともに、プロ野球の公式戦開催も可能な両翼100メートル、中堅120メートルのグラウンドへの拡張、スタンドの増築、電光掲示板などを設置する。これについて、日本ハム球団は二千十五年十一月、名護市に、 イナミネススムを訪ねて、暫定的に2016年から2019年のキャンプの第一次合宿をアメリカ合衆国アリゾナ州で開催することを伝えた。こうして、名古屋では2017年まで二次合宿に規模を縮小して開催された。球場は2017年3月より解体工事が始まった。2018年2019年の日本ハム球団の春季キャンプについては、 球場が工事中で閉鎖されたため2軍が会場としている国上村の国が未球場や球場から西へ約150メートル離れた明美オスカイドームを利用している。新球場は2020年に完成し、日本ハム球団は同年から再び1軍キャンプの全日程を東球場で行う。通常はフェンス広告はないが2011年以後、 日本ハムファイターズのキャンプ期間に限り、本拠地のある北海道に本社を置くニトリのフェンス看板を仮設している。2017年2月25日に行われた日本ハム対阪神のオープン戦の試合終了後、グラウンドに日本ハムの選手らが一堂に整列し、南根市長や地元少年野球チーム所属の選手らがお別れの挨拶を行った。 2019年9月27日、名護市は医療法人タピックと命名権契約調印式を結び、球場の愛称をタピックスタジアム名護とすることを発表した。契約期間は2020年2月から2025年1月までの5年間である。またその改築完了後の2020年度のキャンプは2月1日から25日に開催。 その終盤の2月22.2324日にはオープン戦を3日間連続開催することも決まった。球場前に直行するバスはない。ありがとうございます。